ワンダメディア、またはワンダピクチャーズは、中華人民共和国のコングロマリット、ダイレンマンタチグループの子会社である、映画制作、配給会社。国内映画はもとより、アメリカの映画作品にも制作会社として携わっており、そちらでは、ワンダピクチャーズの名前でクレジットされている。大連マンチグループの映画事業を担っており、映画の新規コンテンツの開発、投資、制作、 宣伝、マーケティング、ライセンシングなどの事業を行っている。民間の映画制作会社としては国内最大手であり、2014年までは国内で第2位、配給会社としては第5位の市場シェアを持っていた。2018年6月にはマンたち参加の映画関係運営会社、マントール電営が116億元で同社の買収を計画していることが報じられた。 2019年の3月には、アメリカバラエティ誌も中国のビジネスニュースサイトの記事を引用し、マン・トール電営は、ワンダメディアが2018年から2021年までの4年間で合計40億元の利益を生むと考えている。一方、中国証券監督管理委員会はマンたち電営が、同社の買収後も安定した成長を維持できるかについて懐疑的な見方をしていることを報じている。 日本語題のある作品のみを記す。A.B. 万影中田自由原稿誌、桜美笹、2019年8月24日、閲覧。チャイナフィルムインダストリーレポート2014から2015、オン、2019年8月24日閲覧。万影中法案名誉116万影、もの調書。中央人民公派電台、2019年8月24日閲覧。 China s, s ワンダプラ p l 1.78ドル B コンソリデーションオブフィルムアセッツザ・ハリウッド・リポーター2019年8月24日閲覧マンたち映画事業を集約一体化で競争力強化日本経済新聞2019年8月24日閲覧ワンダフィルムホールディングズゲッツアプルーバルツーアクワイアワンダメディアリズームズトレーディング バラエティ、2019年8月24日閲覧。ABCDEFGHIJ 万影、中立有限講師政策的、影平時光も、2019年8月24日、閲覧。ブリーディングスチール、カンパニークレジッツインターネットムービーデータベース、2019年8月24日、閲覧。FE キレンシェン、カンパニークレジッツインターネットムービーデータベース、 2019年8月24日、閲覧。マン・オブ・タイカンパニー・クレジッツ・インターネット・ムービー・データベース。2019年8月24日、閲覧。サウスポー、カンパニー・クレジッツ・インターネット・ムービー・データベース。2019年8月24日、閲覧。パッセンジャーズ、カンパニー・クレジッツ・インターネット・ムービー・データベース。2019年8月24日、閲覧。ワンダー・ウーマン。 カンパニークレジッツインターネットムービーデータベース2019年8月24日閲覧スマーフズザロストビレッジカンパニークレジッツインターネットムービーデータベース2019年8月24日閲覧ザフリナーカンパニークレジッツインターネットムービーデータベース2019年8月24日閲覧ありがとうございます